こんにちは。今回はアディクションザアイシャドウパレット003番マリッジバウについてレビューしていきます。アディクションのアイシャドウパレットは001番のカシミアドリームを持っていますが、かなり使う頻度が高くて、もう一つパレットが欲しいなと思ってマリッジバウにしてみました。マリッジバウは直訳すると結婚の誓いという意味なんですけど、公式のホームページにも永遠の思いを誓い合う愛にあふれたコーラルピンクパレットと書いてありました。ではスウォッチをしていきます。パレット左上のカラーは公式の説明だとレッド&ゴールドが輝くヌーディーオレンジです。ベースは特に色を感じなくて、ピンクとシャンパンゴールドっぽいラメ感を感じます。パレット右上のカラーは公式の説明だとマットなキャラメルベージュです。マットとは言いますが、ちょっとサテンの質感で柔らかいオレンジ色の光沢感を感じます。ここからはアイスウォッチも加えていきます。まぶたにのせると発色は薄めかなと思います。でもとても可愛いカラーでベースに使いやすいカラーだと思いました。パレット左下のカラーは公式の説明だとゴールドがきらめくコーラルピンクです。確かにゴールドのラメがチラチラしていて、ベースのカラーは明るいピンクです。まぶたにのせるとピンクの色味自体はあまり発色しないかなという感じがしました。ピンクが色づくというよりは、まぶたの皮膚が薄い人の血色感みたいな色味を出してくれると思いました。指でもつけてみましたが、指先につく色の方がずっとピンク色で、まぶたはそんなにピンクにならない感じがしました。パレット右下のカラーは公式の説明だと滑らかに溶け込むウォームブラウンです。こちらも柔らかいオレンジ色の光沢感ができるカラーです。パレット右上の濃い色版っていう感じで、この2色でグラデーションを作るととても自然だと思います。まぶたにのせるとこのカラーはしっかり発色してくれて、このカラーだけでもグラデーションが可愛いかなと思いました。こちらも指でのせましたが、指の方が色は少し強く残るかなと思いました。左上のカラー以外のアイスウォッチをまとめるとこんな感じです。やはり透け感があって発色は穏やかだと思います。ではメイクをしていきます。まずトムフォードのアイシャドウプライマーを塗ってから、パレット右上と左下のカラーを混ぜて、パレットの付属のブラシを使って上まぶたにのせました。2色混ぜた理由なんですけど、混ぜて使うと色味がしっかりのるかなと思います。その後パレット右上のカラーを使ってクリースをブレンドしました。またパレット右上と左下のカラーを混ぜて下まぶたにのせました。アディクションのアイシャドウって下まぶたのメイクに使うとすごく良さを感じます。赤みと黄色っぽい光沢感のバランスはとってもいいなと思うんですよね。でやりすぎ感なく、メイクが好きな人っていう感じが出る気がします。パレット右下の濃いめのブラウンを目尻と目頭にのせて少し深みを足しました。深いボルドーカラーのジェルアイライナーを使って目尻と上まぶたのまつげの際を埋めました。アイライナーブラシを使ってなじませました。マスカラはブラックを使って、眉毛はパレット右下の濃いめのブラウンをのせました。これで仕上がりと思ったんですけれども、ラメをのせ忘れたことに気づいて最後追加しました。上下まぶたの中央と下まぶたの目尻に少し足しました。基本的にはまろやかなブラウンの陰影感と、まぶた中央のピンクの血色感、ゴールドのきらめきが可愛い仕上がりかなと思います。まぶた中央にピンクみがあることで、まぶたの皮膚の薄さ、ピュア感、血色感、若々しい雰囲気が出る気がします。くすみカラーがない分、ハッピーな雰囲気が演出できるかなと思いました。少し色比較をしてみました。まずカシミアドリームと比較してみました。
カシミヤドリームの方がよりベージュ系で、マリッジバウはカラーメイク感があるかなと思いました。カシミヤドリームの方が落ち着いた色味なのでオフィスメイク向き、マリッジバウは可愛らしい色味なのでデート向きかなと思います。あと手持ちのシングルアイシャドウと比較してみました。一番上がタマリンドビーチ、2色目がタイニーシェル、3色目がリゴレットです。このアイシャドウパレットの右上のカラーはマットと公式説明にありますが、パレットの方がツヤがあるかなと思いました。タイニーシェルとリゴレットはパールの質感がしっかりあって質感がかなり違いました。あとこのマリッジバウのピンク感がナーズのオーガズムと似ているかなと思いました。私が持っているミニアイシャドウパレットオーガズムとチークのオーガズムと比較してみました。色味としてはかなり似てるかなと思いましたが、オーガズムの方がラメ感や変更感が強くてちょっと個性的な印象がありました。マリッジバウの方が黄色人種の肌色に溶け込むようなカラーが多くて使いやすい配色になってるんだなと比較して強く思いました。ではレビューをしていきます。思ったことは動画の途中でも話しましたが、アディクションのアイシャドウって下まぶたにつけた時の可愛さが群を抜いている気がします。私は外国のブランドのアイシャドウをよく使っていて、あんまり日本のブランドのアイシャドウって使ってこなかったんですよね。アディクションのこの黄色人種の肌色との相性の良さっていうのはさすが日本のブランドだなっていうふうに思いました。マリッジバウは可愛い印象を与えるのでデートとかにいいパレットかなと思います。オフィスメイクとしても、アラフォーの私でもラメを使わないとか、パレット右側を中心にブラウンメイクするとかで抵抗なくオフィスに使いやすいかなと思います。ネガティブポイントとしては発色自体はやはり弱めかなと思います。特にパレット左下のピンクの発色はかなり弱めかなと思います。カシミヤドリームのレビュー動画でもお伝えしましたが、アイシャドウプライマーを使うこと、密度が濃くてコシがある毛足の短いブラシを使うことで発色の弱さは気になりにくいかなと思います。付属のブラシとこのアイシャドウのパレットはとても相性がいいと思うので、付属のブラシも活用されるといいと思います。私の場合カシミヤドリームも最初発色の物足りなさって感じたんですよね。でもなんだかんだ使ううちに発色控えめなところと下まぶたのメイクが可愛いってことに快適さをすごく感じて、結果めちゃめちゃよく使っています。発色具合が弱いのはあまり好きじゃないなっていう方は一度テスターで発色具合を見ることをお勧めします。以上、アディクションのマリッジバウのレビューでした。こんな感じでマイペースに購入品のレビューをしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。ではではまた、バイバイ。